世界遺産登録を目指す佐渡の金山について政府はイコモスの勧告を踏まえて北沢地区を資産範囲から除外する方針を明らかにしましたこれは林官房長官が会見で明らかにしたものです佐渡のの金山登録を実現するため イコモスから指摘を受けた北沢地区について、資産範囲から除外をし、緩衝地帯とする方針で世界遺産登録を目指す佐渡の金山をめぐっては、ユネスコの諮問機関、イコモスが、江戸時代より後の要素が多いとして、北沢地区を資産範囲から除外するよう勧告していました林官房長官は、新潟県や佐渡市と検討した結果、 除外を決めたと説明その上で、来月21日からインドで開かれる世界遺産委員会で登録を目指す考えを強調しました。